UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ2004 UEFA ユーロ2004はポルトガルで2004年6月12日から7月4日にかけて開催された。ユーロ2004の予選は2002年9月から2003年11月まで行われた。欧州の50の国と地域が10のグループに分けられ、各グループホームアウェイ方式のリーグ戦を行い各 1> 組1位10カ国が自動的に本戦出場、さらに2位チーム同士によるホームアウェイ方式のプレイオフを勝ち抜いた5カ国、ホスト国であるポルトガルを加えた計16カ国が本大会に出場した。当該チーム直接対決の成績得失点差、総得点数2002ワールドカップとユーロ2004の予選結果フェアプレイランキング抽選以上の順番で、 順位を決定する。うちの数字は、出場回数、FIFA ランキングポルトガル V イングランドフランス V イギリシャ、スウェーデン V オランダチェコ V デンマーク、準決勝ポルトガル V オランダギリシャ V チェコ決勝、ポルトガル V イギリシャ5ゴール4ゴール3ゴール2、ゴール優勝を喜ぶギリシャ国民ユーロ2004は、開催国の敗北に始まり、開催国の敗北に終わった大会である。 開幕戦となった開催国ポルトガル対ギリシャはギリシャがこれまでの実績から隠したと見られていたこととポルトガルを大勢の地元ファンが後押しすることからポルトガル有利と思われていたがギリシャは開始早々にギオルゴス・カラグーニスが先制ゴールを挙げポルトガルの出花をくじくと後半開始早々にゲオルギオス・セータリディスが得た PK をアンゲロス・バシナスが決め 90分間を高い、集中力で戦い抜き勝利をつかんだ。オットレイハーゲル監督率いるギリシャはその勢いで決勝まで上り詰め、一方のルイス・フェリペ・スコラーリ監督率いるポルトガルは、ギリシャ戦の敗戦をバネに体制を立て直して、決勝進出。迎えた、決勝戦でも、ギリシャの起立と集中力はポルトガルを圧倒し、同国史上初のビッグタイトルを手に入れた。 優勝候補と言われたチームが思うような結果を残せなかったのもこの大会の特徴である。イタリアはエースのトッティが相手選手にツバを吐いたことによる3試合出場停止で大会から姿を消すとその穴を埋めるべくカッサーノラが奮闘し5ポイントを獲得するがグループリーグ敗退。ドイツはオランダに引き分けるが格下のラトビアにも引き分け。 第3戦ではすでに1位通過を確定し完全なに、軍で臨んできたチェコに敗れるなど、2003年のコンフェデレーションズカップを辞退し、ブンデスリーガの外国籍枠を縮小してほしいと、ルディフェラー監督が懇願するなど、当初から不安の多いチームだったが、グループリーグ敗退。イタリアとドイツが共に8強入りを逃すのは、フィファワールドカップと、 UEFA 欧州選手権を合わせて史上初だった。スペインもギリシャの勢いや攻撃陣が機能せずグループリーグ敗退。イングランドはグループリーグではルーニーの活躍で突破するもののベッカムの大会合計3度連続の PK 失敗、ルーニーが試合中に故障退場、ソルキャンベルのゴールが取り消されたことなどがあり、ポルトガルに PK 戦で敗れベスト8敗退。 前回王者フランスは結果こそベスト8と、まずまずの成績とはいえ、その内容は王者フランスにふさわしいものではなく、特に準々決勝のギリシャ戦では、ギリシャの起立と集中力は、あるゆる場面でフランスをしのいだ。グループ C は、最終戦を前に、スウェーデン、デンマーク、イタリアの3カ国に、決勝トーナメント進出の可能性があったが、 デンマーク対スウェーデンが2の2以上の引き分けに終われば同時刻で開催されるイタリア対ブルガリアの結果に関わらず両国が揃って決勝トーナメントに進めることになっていた1996年大会から欧州選手権は勝ち点が並んだ場合に当該チームでの勝ち点、得失点差、総得点の順で上位になる国を決める方式に変更されたそのため仮に デンマーク対スウェーデンが引き分け、イタリア対ブルガリアで、イタリアが勝ったとすると、勝ち点、当該3チームでの勝ち点、当該3チームでの得失点差が並ぶが、デンマーク対スウェーデンが2の2以上の引き分けになれば、当該3チームでの総得点を、両国ともイタリアを上回るためである。イタリア側も、デンマークとスウェーデンに談合試合をしないよう事前に、警告していたが、試合は、 デンマークとスウェーデンが点を取り合い、結果的に2から2の引き分けとなり、両国の決勝トーナメント進出が決定、イタリアは敗退となった。そのため主に、イタリアにおいてこの試合での談合疑惑が浮上したが、証拠がなく却下された。強豪国が次々姿を消す中、大会を盛り上げたのは、オランダとチェコである。 この大会のディック・アドフォカートを率いるオランダは3年前に W 杯日韓大会の欧州予選で敗退し、ユーロ2004予選でも苦戦していたことから期待が低かった。しかし、大会を通してオランダは若手とベテランがうまく融合し、内容的には必ずしも良かったとばかりは言い切れない部分もあったものの GL 最終戦で、 ドイツが2軍のチェコ相手に敗れるなど、運もあって、ベスト4進出と成果を残した。もう一方のカレル・ブリュックナー監督率いるチェコも、同様 W 杯日韓大会予選のプレーオフで、敗退したが、今大会は充実したタレントが、下馬評通りの活躍を見せ、すべての試合でその実力を遺憾なく、発揮、準決勝ギリシャ戦では、 チームの主役であるネドベドを怪我で失うとともに勝利も逃し大会から姿を消した。なお、2006年の W 杯ドイツ大会の欧州予選でもオランダとチェコは同じグループに入った。両国とも FIFA フフランキング5位以内に入るだけあり、オランダがチェコなどを完封し、グループ1位通過。しかも、欧州の13の出場国の中で最高成績で、 本大会の出場権を獲得し、チェコもオランダには完敗したが、グループ2位でノルウェーとのプレイオフを制し、出場権を獲得した。プレイオフでトルコを下して、ユーロ初挑戦となったラトビアは、グループリーグ敗退という結果に終わったが、競合ひしめくグループ D にありながら、ドイツとスコアレスドロー、チェコ相手には、先制点を挙げ終盤まで1点をリードしていた。 その戦術は統率の取れた必要な守備から、マーリス・ベルパコフスキスを中心とするカウンターという、実力上位の相手に対して、勝利を奪いに行くための古典的かつ最も有効なものだった。ありがとうございます。